どうも、ディータロです。How are you guys? この動画は高校生向けになっていて、特に大学受験をするにあたって必要な英文法をまとめた動画になっています。そしてこのシリーズは、分厚い参考書の中身全部動画にしようと思っているので、チャンネル登録よろしくね。じゃあ早速メインの授業をやっていきましょう。今回タイトル書いてあります。関係副詞の非制限用法と呼ばれるものです。ちなみに、4つ動画シリーズがあって、その最後4番目になります。これで完結編ですね。で、関係副詞の非制限用法っていうのは、たった2つしかないです。when と where を使っていきます。じゃあ、when と where をどうやって使っていくのって言ったら、非制限用法なんで、今までと同じく、カンマ使っていきます。必要なやつは赤色のペンで、四角でくくっています。カンマがあって、where があって、カンマがあったり、カンマがあって、ウェアがあったり、そんな風な説明をします。そして、使い方も2つあります。今、青で引っ張った、丸1と丸2になりますね。丸1から見ていこうか。限定する必要がない。一体何をっていうと、これは、どちらも先行詞についての話ですよね。1も2も共通しているのは先行詞。丸線としておきましょう。先行詞がそもそも限定する必要がないっていうと、過去の動画でもお話しした通り、東京とか福岡とか、そういう風な固有名詞が代表例でしたね。なので、Let's see for example, 福岡 where I live has a lot of delicious foods という風に表現することができて、この日本語訳、福岡県に私が住んでいて、福岡県はたくさんの美味しい食べ物がありますよっていう風な日本語訳の内容になります。福岡県ね、博多ラーメン、もつ鍋、水炊き、明太子、その他、魚料理全般とかね、本当に美味しいものたくさんありますよね。で、実際の使い方なんだけど、福岡という先行詞があって、その先行詞の後ろにカンマを置いてあげます。なんでカンマを置くのかっていうところは非常に大切な考え方でおさらいしておくと、カンマをつけることによってどうなるのかっていうと、非制限用法を使うことができるようになるわけね。漢字でわかる通り、制限をなくすっていう風な考え方になります。先生的には限界突破っていう風に呼んでたりもするかな。まあこれはもう本当勝手にね。で、福岡っていうのはもう限定する必要がなくて一つしかないから、そういう風な先行詞のことを説明、追加で入れたい場合は、カンマを打ってあげて、そして、where または when の適切な関係副詞を入れてあげましょう。その後ろは主語動詞になるのも特徴の一つです。関係代名詞と違って、関係副詞って一体何が違うの？って聞かれたら説明できるかな？これね、たった一つだけ違くてすごくシンプルで、関係副詞は後ろに完全な文が来ます。欠損していない完全な文が来ます。だから、主語と動詞が来ます。どこが完璧なのかって言ったら、この where I live。ここだけ見て完全な文が来るっていう風に言っています。で、その後はいつも通り、has a lot of delicious food という風に、福岡が主語と見立てて、福岡に対応している動詞は has。これが動詞ですよね。福岡は持っています。何をって。たくさんの美味しい食べ物を記号付けすると、何を持ってんのっていうところで has の後ろに目的語の塊が来てますね。これで、丸一番目の解説は終わりになります。じゃあ次2番目。補足説明を加えるという場合があります。例文見てみましょう。We arrived at the top of mountain at noon when it began to rain. 私たちは到着した山頂に、正午に、その時雨が降り始めたっていう風な文章になっています。どこで関係副詞の非制限用法が使われているのかというと、ここからここまでの塊。それが一つ手前の先行詞である noon を修飾しています。これが先行詞。さらに noon っていうのは正午って意味だな。何を説明してんのって言ったら、さっきは福岡という場所だったのに対して、今回は noon、正午っていう風な時間を説明していますよね。時間を説明しているから when を使っていることになります。あとは同じで、さっきも言った通り、関係副詞の後ろは主語が来て動詞が来るという完全な文が来ます。ここにも書いておこうか。完全な文。ですね。こんなところになります。おまけ編の今日の格言コーナーにやってまいりました。みんなに紹介する今日の格言は、There is always light behind the clouds by Lisa May Alcott。見ていきましょう。この There is っていうのがね、何々がある
っていうふうな有名な伝え方の言葉ですね。したがって訳し方としては、いつも light 光があります。Behind the glass 雲の後ろには。これを書いたのが、ルイサ・メイ・アルコットっていうアメリカの女性の小説家の人らしいね。いい表現だよね、これもね。改めて日本語訳をきれいにまとめると、例えばね、こう一日の始まりって天気とかね、見るよね、外出た時晴れだったら今日頑張ろうとか、曇りだったらなんかちょっと嫌だなとか、雨だったらうわ今日マジで仕事行きたくねえな、学校行きたくねえなとかあると思うんで、でも、この人は考えちゃったんだよね、どんな天気だろうと雲の向こう側は常に晴れだよって、それはその通りだよね。その着眼点がすごいよね。確かにそういう考えすれば毎日ハッピーで安定するかもしれませんね。じゃあ次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれたみんな、よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。